2005年に手術用ロボットを金沢大学に導入していただいたのは加瀬先生のおかげです。でそれがあるので私が今こうやって仕事ができています。後ろにあるのがダヴィンチですけども、私はこれを使って世界で一番多く心臓手術をしています。また加瀬先生現場第一主義で手術室にも何度か足を運んでいただきました。ここにあるようにここにいるのが加瀬先生なんですけども、手術室で医療の現場を見てくれています。それから加瀬先生とは長いこと個人的にもお付き合いをしています。加瀬先生はとにかくまっすぐな人です。で行動力にあふれた非常にこうバイタリティのある政治家だと思います。石川県の皆さん、石川の政治は厳しい現実もあるかもしれませんが、厳しい現実の中でも壮大な理想を求めて石川の政治を任せられるのは加瀬先生しかおりません。ぜひともよろしくお願い申し上げます。